はい、こんにちは。今日はですね、トゥーガードさんのドライブレコーダーをご紹介したいと思います。小型で、視野を妨げない、1080p フル HD で撮れます170度広角の車載カメラですね。まあ、防犯カメラとしても使おうと思えば使えます。メーカー保証が13ヶ月保証がついております。なおかつね、スーパーコンデンサー内蔵で、日中のね、夏場の暑い時にね、壊れやすい、ドライブレコーダー低品質のやつありますよね、そういった高温の車内にも耐えるドライブレコーダー、直射日光でも真夏の直射日光でも耐えるドライブレコーダーとなっております。何度も言うようにメーカー保証が13ヶ月ついておりますので、安心してお買い求めいただけるおすすめの商品、トゥーガードさんのドライブレコーダー見ていきたいと思います。後ほど詳しい説明をしたいと思います。お値段は Amazon で現在6880円の小型としては人気のドライブレコーダーとなっております。こういった箱に入ってきますね。はい。で、こちらですね。はい。ということで、早速開けてみたいと思います。はい。コンパクトなドライブレコーダー。結構ね、最近大型のやつ多いんですけど、こちらこんなに細いですね。小さい。視野を邪魔しない、ルームミラーの横にね、吸盤で、取り付けるタイプです。はい。見ていきたいと思います。はい。これフィルム貼ってあります。今日剥がしませんけど、はい、こういうふうに保護フィルムを剥いで使ってください。こういった感じですね。はい。こちらに各操作部分も、まあ、非常にね、このサイズからしてみれば大きな操作ボタンとなっております。後で電源入れてみたいと思います。こちらが中に入っておりますコードのね、電源供給するところの、はい、端子になります。で、前ですね、回転して、こういった感じのものになります。非常に、フル HD でもちろん撮れます。1080p、フル HD、170度広角で、視野角は広いですね。十分、夜でも明るい、ソニーの、IMX323、センサー、ソニーの IMX323 センサーが内蔵されている高品質な小型フル HD 高画質フルハイビジョンレコーダーというふうになっております。はい。まあ、ほとんどの機能ね、最近のね、ドライブレコーダーの機能はほとんどついております。小型軽量で、13ヶ月保証。で、大型のね、コンデンサーが内蔵されているので、夏場のね、暑い時の車内でね、壊れることがないといったものです。また、WDR 機能で逆光補正搭載で、明暗差の大きな場所でも被写体を鮮明に映し出すことができるといったものです。もちろん動体検知機能もついております。はい。こういった感じで見ていきたいと思いますね。これが本体です。はい。じっくり見せますね。このサイズです。見えますか？はい。普通のなんか超小型のカメラという感じですね。ここに吸盤の、取り付けの、はい、ステーをつける型になります。はい。ここが、HDMI ですね。出力です。大きなテレビとか PC につけて、モニターにつけて、取り外して、これ本体からコードをつけてね、HDMI で見ることができます。はい。HDMI の出力がついております。で、ここ、底の部分に、はい、SD カードを入れるとこがあります。もちろん SD カードは別売りですね。SD カードは別売りなんで、まあ、32ギガ程度、16ギガか32ギガ、HDMI、クラス、10クラスをね、入れてくださいといったところで、はい、
上書きになりますので、取り漏らすことはないと。古い、ファイルから上書きになるといったもので、重要なファイルはロックがかかります。はい、こんな感じですね。で、内容物を見ていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。こう置いときますね。で、内容物。はい、これね、付属品が結構充実しております。はい、こちら。はい。電源コードですね。はい。と、こちら。出しますよ。はい、これが吸盤ですね。はい、ちょっと引きますね。はい、こちらが吸盤になります。こうカメラに取り付ける、はい、ここの部分にですね、こうやって、取り付けます。こうかな。で、これで向きを変えます。はい、こんな感じですね。はい、吸盤。で、ここ吸盤ですね。これ、吸盤取り付けるときはね、よく中性洗剤でガラス面を拭き取って、はい、油分を取って、吸着させると落ちることはないですね。はい、最初が肝心ですね。綺麗に、付ける部分を、油分を取って、ゴミなどを取って、綺麗にフロントガラスの内側を磨き上げて取り付けるといった具合です。はい、これが、はい、こういうふうに取り付ける吸盤ですね。はい、ちょっと置いておきますね。それと中身ですね。さらに、はい、これですね。USB から取る電源コード、こんな長めの電源コードです。電源コードです。これもこれで USB の短めの電源コード。こちらは、はい、車のシガーライターから持ってくるやつですね。コード十分長さもあります。はい。これで、1、ちょっと避けますね。2、3点と、はい、これが、これですね。はい、本体にちょっと開けてみましょうかね。はい、こちらが、はい、2つ USB、ポートがついたシガーライターに差し込む、はい、アダプターがついてます。これに、こちらを差し込んで使うと。で、なおかつ1ポート開くんで、他のも取れると、電源供給できるといった、はい、シガーソケットに差し込む、はい、アダプターがついておりますね。これ、はい、さらに、工具がついておりますね。はい、この線を隠すためにね、横、車のサイドにこう入れていくための工具までついてます。と、コードを止める、はい、両面テープと、こういうクリップみたいなものも、嬉しいですね。それと、ステッカーが入っております。これステッカーですね。はい。これついてるとこ結構ありそうでないんですよね。ステッカーと、はい、線を隠すときに押し込んだり、外したりする、はい、工具がついております。嬉しいですね。はい、工具が入ってあと、はい、こちらですね。はい、サプライズの、はい、と、こちらが、分厚い、これだけありますね。わかりやすい取り扱い説明書が入っております。こんな感じですね。はい。はい。これ英文ですけど、日本文のマニュアルも、はい。ちゃんと2分分のマニュアルもこういうふうにあります。非常にね、これだけしっかりしたマニュアルが入ってるだけでもすごい。はい。マルチ言語の、はい。日本語もあります。はい。こんなに分厚い、はい。説明書が、日本語説明書付きといった具合になります。はい。これが開封編ですね。続いてね、こう、いろんなの長くなりましたんで、各ね、モードの設定の部分は、第2、次の設定編でお見せしたいと思います。そういったわけで、フル HD 撮れる2ガードさんの、はい、ドライブレコーダーですね。超小型ソニーのセンサーを使用した、
超小型ドライブレコーダー、ちょうど値段的にもね、7000円を切る値段で売ってるおすすめの商品です。では、開封編を終わって、また、次、設定編を見てください。ではまたです。ありがとうございました。さよなら。